新作もね、いろいろ出ています。ここに来て新しいアイテム出てきました。こちらもアルコールフリーで紫外線吸収剤も使われていないんですが、多機能なね、日焼け止めかなと思います。はい、こんばんは、アイカです。お待たせしました。今日はですね、予告していた日焼け止め企画。2023年新作日焼け止め一気紹介、そして各サイトの人気日焼け止めランキングまとめて紹介していきたいと思います。はい、ということでね、もうそろそろ日焼け止めの選定皆さん始められているかと思うんですが、新作もね、いろいろ出ています。ということで YouTube のコメント欄、それからインスタのアンケートで皆さんが気になっている新作の日焼け止め、特に注目されていたアイテムまとめて買ってきましたので、早速そちらチェックしていきたいと思います。で、今回はですね、新作の買った日焼け止めを顔に半分ずつ塗って仕上がりをご紹介していきます。それでは早速ご覧ください。どうぞ。アイカチャンネル。まずスックとクレドポーの新作塗ってみます。ちょっとパッケージが汚れてしまっているんですが、スックプロテクションデイクリーム SPF50 プラス PA4 プラスです。テクスチャーはこんな感じ、見た目は白いですね。で、伸ばすと非常にね、みずみずしい緩いテクスチャーです。こっち側に塗っていきます。ちょっとスッとしたような香りがするんですけど、で、伸びはね、すごくいいですね。伸ばしムラがあると確かに白いんですが、しっかり伸びてくれるので、ムラなく伸ばしきるとこんな感じで特に白さは気にならないかなと思います。塗った後もしっとり感しっかりあります。で、皮膜感や突っ張り感っていうのも特に感じないです。仕上がりはこんな感じ。じゃあ反対側にクレドポーボーテのクリーム UVN 塗っていきます。こちらは SPF50+PA4+、 ほんのりピンクベージュっぽいようなお色に見えます。で、みずみずしく伸びるというよりはクリームのように滑らかに伸びてくれます。こっち側に塗っていきます。うん、つるんって感じ。テクスチャー的にはスックの方が緩いと思うんですけど、もう本当にスキンケアのクリーム、油分のあるクリームを伸ばす時みたいな、こう指がね、肌の上で滑るような感触です。こちらはちょっと伸ばしてあげると色味は全然気にならないですね。肌を触った時の感触もエイジングケアのクリームを使った時みたいな、まあ張り感まで言うとちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、本当にスキンケアを終えた後みたいな感触に感じます。どっちもね、日焼け止め感は全然ないんですけど、ものすごく使用感いいよっていう中でのちょっとの差で言うと、私はクレドの方が好きかなっていう気がします。外箱にこれ成分書かれているんですが、スックはね、水酸化亜鉛の次がもうすぐエタノールなんですよ。クレドの方も6つ目のところにエタノールっていう風に入っているので、私も今のところ問題なく使えてはいるんですが、アルコール苦手な方は注意されてください。で、ちょっとこれに関してはね、今日紹介するアイテムの中でも実物が手元にないと全成分検索してもなかなか出てこないものもあるので、分かるスペックだけシェアしていくようにします。スックとクレドポーの仕上がりはこんな感じでした。はい、今度はコスメデコルテの新作、保湿力の高いタイプと色付きの CC タイプ使っていきます。はい、まず無色のタイプですね。3種類出たんですが、今回はコスメデコルテサンシェルターマルチプロテクションエクストリームコンフォート使っていきます。こちらは SPF30PA3+ のタイプで、もう一つ SPF の数値が高いものと、さらにウォータープルーフのタイプがあります。これはね、本当に保湿力が高くてしっとりとした仕上がりです。乾燥知らずというか、かなりみずみずしくって、本当に日焼け止め特有の使用感が嫌いっていう人はこれ使ってみてほしいです。じゃあこっちに塗っていきます。軽い、スーッと伸びてくれますし、触った時の感触自体がとても軽いですね。あっという間に塗り広げることができます。仕上がりはこんな感じ。結構見た目にも保湿した肌みたいなツヤっぽい感じがわかります。反対側に CC タイプ、こちらはサンプル使っていきます。コスメデコルテサンシェルターマルチプロテクショントーンアップ CC の10番のカラー使っていきます。このトーンアップタイプもね、人気だと思うんですが、こちらも全てリニューアルしました。ちょっとラベンダーっぽいようなピンク色のカラーになっています。で、テクスチャーは先ほど使ったものよりはもう少し固めというか、ちょっとクリームっぽい感触です。じゃあこれを反対側に塗っていきます。こうきしみ感とかはないんですが、どちらかというとこっちの方が日焼け止めっぽい感触ではあるかなと思います。色がピンクっぽいのであって、パールでギラギラした感じではないので、パールでトーンアップさせるようなヌラヌラっとした感じの仕上がりが苦手な人でも使いやすいかなと思います。で、このピンク自体の色味がね、
そのまま見た時にちょっとくすみ感があるので、これのおかげで程よく馴染みつつトーンアップしてくれるかなという印象です。色もついてる分伸ばした時にムラがあるとやっぱ分かりやすいので、そういった意味ではこっちの方がこうパパッとね手早く仕上げられたかなっていう気はするんですが、仕上がりはこんな感じ。色も結構差が出ていると思います。もしかするとね、普段ファンデーションを使っていない方だったらこれくらいの補正効果でファンデ代わりに使いたいよっていう人もいるかもしれないんですが、感触的にはやっぱりファンデーションじゃなくって日焼け止めだなっていう感じではあるので、感触にもこだわりたいっていう方はちょっと注意した方がいいかなと思います。でこちらもですね、みずみずしい方の SPF30 の方ですね、これも保湿力は高く感じるんですが、もう水の次がすぐエタノールになっています。で CC のタイプもですね、上から5つ目に書かれているんですがエタノールやっぱり入っていますので、まあ、苦手な成分っていう方はちょっと注意してみてください。よりでお見せしておくとこんな感じです。触った時のしっとり感は意外と同じくらいなんですけど、 CC の方がちょっとペタッとするなっていう感じがあります。こっちはしっとりしてるんですけど、こう手にねペタッと日焼け止めがつくような感じがなくって、スキンケアを終えた後の肌っぽい感触です。はい、次はエトボスとオルビスの新作を使っていきたいと思います。まずエトボスミネラル UV アクアセラムトーンアップホワイト SPF35PA3+ です。こちらはですね、アルコールフリーで、しかも紫外線吸収剤も不使用になっています。この紫外線吸収剤っていうのがね苦手っていう人も結構いらっしゃると思うので、そういった方ですとこちらのタイプおすすめかなと思います。でトーンアップっていうことなんですけど、ほんのり白くなってるかなと思います。私自身は特に紫外線吸収苦手っていうわけではないので、そこはあんまり気にしたことないんですけど、今まで触ってきた傾向として紫外線吸収剤が使われていないタイプってちょっと白くなりやすいものが多いんですよね。で触るとね、感触はちょっとこうビヨーンって伸びるような感じで、ちょっと独特ではありますよね。日焼け止め感は強いかなと思います。トーンアップ具合はこんな感じ、まあ、若干白くはなってますよね。伸ばしてる最中はこんなに真っ白で大丈夫なのっていうぐらい白さ目立ってたんですが、まあ適量まで伸ばしてあげるとこれくらいの白さです。反対側にオルビスのリンクルブライト UV プロテクター SPF50+PA4+ 使っていきます。でこれは2021年に出たアイテムのリニューアル版かなと思うんですが、こちらもアルコールフリーで紫外線吸収剤も使われていないんですが、さらにシワ改善と美白の効果も謳っているという、結構多機能なね日焼け止めかなと思います。で伸ばした時の感触はエトボスに比べるともう少しスキンケアのクリームっぽい滑らかさがあります。色は若干白っぽく見えます。ちょっとこれをこっち側に塗っていきます。でこのシワ改善と美白のケアというところで有効成分ナイアシンアミドがね配合されています。塗り広げるとこんな感じ。トーンアップに関してはやはりエトボスの方が強く感じて、オルビスも伸ばした時は白っぽかったんですけど、伸ばしきるとそこまでっていう感じかなと思います。でどちらもねナチュラルな処方でお肌への負担とかもね軽減されているタイプかなと思うんですが、個人的にはオルビスの方が使った時の感触も良くて、機能面でもより高機能かなという気がしました。これデパコスじゃないですけど3000円台で買えるっていうのはね結構すごいと思います。はい、そしたら今度はですね、4月発売の新作2つ使っていきたいと思います。大好きなメイクアップフォーエバーのステップ1プライマーのシリーズから SPF50+PA3+ の日焼け止め効果の高いタイプのね下地が発売になります。4月5日全国発売ですね。非常にね緩いさらっと伸びてくれるテクスチャーなんですが、細かいパールが入ってくれていて、全顔に伸ばすとうるつやっぽい仕上がりになってくれます。パッケージがちょっとパールっぽい質感になってるの分かるかな。まだ新商品なので詳細がねあんまりわかんないんですが、私の見落としがなければ多分アルコールフリーだと思います。で3月21日から新宿伊勢丹の方では先行発売もあるようなので、私と同じくねメイクアップフォーエバー好きな方はぜひぜひチェックしてみてください。でしっかり伸ばしてあげるとこんな感じで白さとかはね特に気にならないですね。でパール感あるって言ったんですけど、ギラついた感じにもならないですし、テクスチャーはね非常に緩いんですが、こう伸ばしきった時にお肌にね密着してくれてる感じがあるんですよね。なので日焼け止めがあんまりズルズル伸び広がっちゃうと期待した日焼け止め効果が得られないから、ちゃんと密着力欲しいなっていう方にもいいと思います。じゃあ反対側にスキンケアが有名な N オーガニックからも日焼け止めが発売になります。でトーンアップタイプとこちらのベースクリアタイプ2種類出るんですが、ベースクリア UV プロテクターはスキンケア成分としてビタミン C 誘導体が配合されています。
で石鹸で落とせてアルコールフリーですね。でもう一つのトーンアップタイプ、ちょっとピンクっぽい色味なんですが、そちらは SPF30PA3+ で紫外線吸収剤も使っていないタイプになります。テコスチャーそんなに緩いって感じじゃなくって、ザ日焼け止めクリームっていう感じではありますね。で結構ね、今回伸びがいい日焼け止めが多かったので、それに比べるとちょっと伸ばしにくさを正直感じるかな。こう部分的にムラっぽくなりやすいので、手に取ったらね、パパッと手早く仕上げてあげた方が良さそうです。仕上がりはこんな感じ。若干白くなってるかなっていう気はしますね。なんですがめちゃめちゃ白浮きしそうって感じでもないかな。まあ、使用感に関してはすごくね、使いやすい、感触もみずみずしいっていう感じではないんですけども、高 SPF の数値でなおかつお肌に優しい処方のものを探していた方にはいいかなと思います。両方仕上がりはこんな感じです。はい、という感じでした。それではですね、次に部分用の下地、それからお直しに使える日焼け止めの新作紹介していきます。まずアリーですね。こちら3種類一気に試しましたのでご覧ください。どうぞ。アイカチャンネル。まずチークタイプは01番のピンクと02番のオレンジ、色味はこんな感じで SPF50+PA4+ あります。スーパーウォータープルーフタイプで汗水に強いだけじゃなく、バッグや服、タオルなど日常の擦れ摩擦にも強い処方になっています。じゃあまず01番ピンクですね。結構明るめのピンク、でもトントンと叩き込んでいくとファンデーションに馴染みます。色味はこんな感じ。じゃあ反対側に02番、ちょっと日焼け肌っぽく見えるかな。ブロンザーとも相性が良さそうです。それぞれの仕上がりはこんな感じです。次に追いツヤ UV ということで部分用の日焼け止めジェル使っていきます。こちらも日焼け止め数値は一緒で、同じくスーパーウォータープルーフタイプ、さらに擦れにも強い仕様になっています。伸ばしてみるとちょっとトーンアップしたように見えるというか、白っぽさが出るかなと思います。ハイライトをのせる部分に部分用の日焼け止めとして使ってくださいということなんですが、額にトントントンと、で鼻筋に伸ばす、で顎先、最初に取る量を加減しないと、取りすぎたと思って何度もポンポンしてるとちょっとベースがよれちゃう印象です。で塗った後はちょっとペタッとするので、できればお粉も重ねてあげた方がよりよれにくいかなと思います。はい、という感じだったんですが、実はですね、お直しに使える日焼け止めアイテムまだあります。まず一つ目は毎年私が推しているハッチの日焼け止めミストです。今年はね、シトラスティーの香りということで、香りもすっごくいいんですよね。これも吹きかけていきます。日焼け止めのお直しというか、香りを嗅いでリフレッシュするようにバシャバシャ使いたくなります。紫外線吸収剤不使用のタイプになっています。数量限定品ですので、ぜひぜひ早めにチェックしてみてください。そして購入品動画でも言っていたんですが、スティックの日焼け止め、私毎年いっぱい買うんですが、今年ねめっちゃ推しているのがあります。ドクター G のサンスティック GR グリーンタイプですね。 SPF50+PA4+ です。下のダイヤルで出てくるような形状のスティックの日焼け止めなんですが、これのいいところはね、変にツヤツヤしたりとかトーンアップしないところですね。無色透明で、さらに触ってもペタペタせず、ちょっとしっとりしてるかなくらいの使用感の日焼け止めです。いや、これは使いやすいでしょ。結構スティックタイプの日焼け止めってテスターがないことも多くて、缶で買ったらめちゃくちゃ白くなるタイプだったっていうこともあるんですが、これはね、私が実際に買って触っていますのでお墨付きです。スティックタイプ愛用者さんはぜひチェックしてみてください。はい、という感じで今年の新作、私が購入したものをまとめて紹介してみました。それでは最後に各サイトの日焼け止めランキング上位のアイテムを紹介していきます。まずミーコですね。3位のアイテムがカネボウチアリングミスト UV、 こちらも新作ですね。3300円。私もこれ店頭でねテスターは見たんですが、私が行った店舗ではねすでに売り切れていました。そして2位がまたまたカネボウですね。ベイルオブデイ、これもね去年から引き続き不動の人気かなと思います。でさらに今年は限定でリミテッドサイズ6600円というものも発売されているようです。そして1位はこれも去年に引き続きの人気ですね。アンプリチュードのフェイスプロテクター、4950円です。こちらも私去年買ったんですが、全然白くならなかった覚えがあります。特にお洋服の襟ぐりや袖口、それから手に日焼け止めを塗ってハンドルを握った時にハンドルにね日焼け止めの白いのがついちゃうのが嫌っていう方はこちら試してみるといいかもしれません。はい、次にアットコスメですね。アットコスメの人気日焼け止めランキング3位はやっぱり不動の人気ですね。ラロッシュポゼの UV イデア XL プロテクショントーンアップローズです。
です。このシリーズバリエーションあるんですけども、やっぱりトーンアップローズがダントツの人気かなと思います。下地の段階でトーンアップしておきたい人はもちろん、すごくお肌色が明るめでそこまでカバー力のあるファンデーションはいらないっていう人は、これとお粉だけで済まされたりもしているみたいです。次に2位です。こちらもカネボウのベイルオブデイでした。ちょうど発売からね1年経つんですが、今年も変わらずの人気ですね。最後栄えある1位は、これ去年もランキングに入っていたんじゃないかなと思うんですが、カネボウのクリームインデイです。こちらは日中用のクリームのカテゴリーだと思うんですが、 SPF20PA3+ で日焼け止め効果はそんなに高くないです。でもスキンケアの最後に使ってそのまま化粧下地としても使えるところが人気のようで、これも変わらずのランクインでした。それでは最後リップスの日焼け止めランキングチェックしていきましょう。3位、ここに来て新しいアイテム出てきました。エスポアのウォータースプラッシュサンクリームセラミド。日焼け止めランキングだけじゃなくてベースアイテムランキングでも上位に入っているアイテムのようです。ほんのりとピンクっぽい色味がついたトーンアップしてくれるタイプの日焼け止めのようです。このトーンアップ感がナチュラルっていうところが人気の理由の一つみたいですね。次に2位です。ラロッシュポゼ UV イデア XL プロテクショントーンアップ。こちらはリップスで2020年の日焼け止め UV ケアランキングベストコスメ1位を取っていて、その後に2021年の年間日焼け止めランキング1位も受賞しているようです。めちゃくちゃ人気ですね。透明感が作れるところ、それからねさらっと伸びてくれて厚みが出ないところなんかも人気のようです。それではラストですね。リップスの日焼け止めランキング1位のアイテムは、なんとラロッシュポゼの UV イデア XL トーンアップローズです。ということでやっぱりここにねトーンアップローズ入ってきました。スキンケア感覚で使える、それから素肌を綺麗に見せてくれる、ツヤ感を出してくれる、こういったところがね人気の理由のようです。いや3サイトチェックしてきたんですが、ラロッシュポゼそれからカネボウめちゃくちゃ強いですね。去年チェックした時には結構ポール&ジョーの日焼け止め下地が入っていたような気がするんですが、今回トップ3には入っていませんでした。そんな感じで長年人気のものでもちょっとね変動はあるようなんですが、今年の新作というよりは長年ヒットしているアイテムがランクインしているんだなということが分かりました。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。愛用されている日焼け止めランクインしていましたか。それからね今回紹介した新作の日焼け止めで気になったものありましたでしょうか。これ気になるとかね、これ良かったのでぜひ試してくださいっていうものがあれば、ぜひぜひコメント欄に残していってください。今回の動画少しでも参考になった方は高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛香でした。